こんにちはまあトヨタ夫社長はね確かに単なる経営者とかあぐらかきじゃないですよね多分トヨタ夫社長ってトヨタ家のまあなんかこう系譜をたどっている方だと思うんですよいや、詳しくは全然知らないんですけどもね名前から言うようにトヨタ一族なんでしょうねまあでもそれに 恩文に抱っこせずに現場から叩き上げて今の地位にのし上がってきたっていうところも聞いたことがありますしあとねやっぱりこう世界に打って出る時にかなりこの日本の企業ということでね袋叩きにされてものすごく悔しい思いをしてリコールかぶせられたりとかねまあそれこそ本当根性で踏みとどまったっていう場面があってなんかどっかアメリカがどっかの議会上でね悔しくて涙するところまで放送されてるんですよねまあそれでも うん、日本にトヨタあり、えーまあ、本当に雇用を守り多くの人と共に過ごしていく、うん、なんかねトヨタ明夫社長の言葉ですごいのは、まあ、吉田さんが言ったねあれもすごいんですけどでかくなりすぎてお客さんから遠くなったってその発想をトップがいるのもすごいんですけどもあのナンンバーワンの町交番だからトヨタというグループで一番なんじゃなくてどんな町にもトヨタっていう工場はあるでしょ 営業所はあるでしょ、うん、そこをそれぞれの地域のナンバーワンにしようよみたいなね、うん、だからその辺の昭和の町工場の気持ちっていうのは全然忘れないっていうかねだから採用も近所の人とかになってるんじゃないかなと思うんですよで必ずしもその車を売ることだけではなくてね、うん、なんかその共に存在してるんですよねきっとね でこれはちょっと別のところからの言葉なんですけどもあの大きな権力に対して大きいからといって恐れずそして小さい勢力が生まれてきたからといってそれを侮らずみたいなね普通は逆になるんですよ大きいものに恐れをなして小さいものを侮るだから、うん、長いものに巻かれるみたいな発想になるんですけどもあのことわざでいうね長いものに巻かれろっていうのは結構こう、はあ 恥の文化なななんんじゃないかなと思うんですよ。長いものに巻かれやがってみたいなねここは長いものに巻かれとくかっていうのはもう白旗宣言なななんんじゃないかなと思うんですよ。やっぱりこう大なるものにも恐れずかつ小さなものを侮らず、まあ、この大きいものと小さいものに対する精神っていうのがねトヨタを支えてるんではなかろうかと思いますね。うん